お前ならいける。いや、大ジェットじゃ飛ばんか。おし、ナイス。ナイス。ダイスチルを打っていく。頼むぜ、コバルオン。いや、お前ならいける。おし、当てて、当てて、当てて。ナイス。いけ。はい、どうも皆さん、こんにちは。ゴードンと申します。本日もですね、ポケモンの実況をやっていくんですけれども、ギリギリ間に合いました。今日はこのポケモンを使いたいと思います。こちらでございます。コバルオン。ニックネーム、キバルドン。コバルオンというポケモンはですね、第5世代、一種地方に登場する、コバルオン、テラキオン、ビリジオンで、3頭と呼ばれております。で、その中の1匹、コバルオンですね。このポケモンの紹介をしていきたいと思います。鋼格闘タイプ。で、持ち物は弱点保険。弱点を突かれた時、攻撃と特攻がそれぞれぐーんと上がる。一応、コバルオンは防御種族値が結構高いんで、一回技受けてから切り返しで、ガンガン殴っていこうかなって思ってる。で、特性が正義の心。悪タイプの攻撃を受けると、正義感で攻撃が上がる。面白いですね。まあ、正義感強いらしいですね、この子。で、アイアンヘッド、聖なる剣、飛び跳ねるストーンエッジ。ダイマックスして弱点保険発動させて、ダイジェットみたいな感じで、素早さ上げて抜いていこうかなって思ってるんで、一応飛び跳ねるを採用しました。あとは、アイアンヘッド、聖なる剣はタイプ1技。で、ストーンエッジは一応炎タイプに向けて打てたらいいなって思うんですけど、命中率が低いのがちょっと不安なところではあります。まあ、やってみなきゃわかんないんで、とりあえずこのポケモン使って、ランクバトルやってみたいと思います。はい、お相手見つかりました。アエンサプリさん、対戦お願いします。お相手、キリキザン、ドラパルト、ミミッキュ、エースバーン、イエスさん、トリキス。あ、これコバルオンいけんじゃない？一応、うちのパーティーこんな感じで組んできたんですけど、アブリボンから、はい、コバルオンって、素早さ種族値が108なんですよね。エースバーンよりは遅いんだよな。それ加味して、ちょっと素早さ遅いからアブリボン連れてきたんだけど、アブリボンから入ってみる？アブリボン、コバルオン、ドリューズかな。だとしたらこれあれか、さすがに炎タイプ重いか。炎タイプだったらコバルオンがストーンエッジ持ってるからなんとかなりそうなんだよな、多分。いや、これでいきますか。これでいきましょう。イエスさん出てきそうだな。お願いします。キリキザンから入ってくる。キリキザンか、なるほどね。キリキザン対アブリボンはそんなに良くないね。向こう鋼タイプなんで、なんかどっちもどっちか。正直なこと言うと、これネバネバネット巻きますか。とりあえず電磁波とかかな、挑発とか持ってんのかな。はい、ネバネバネット通る。キリキザンってね、結構器用なポケモンだからな。ステロを巻いてくる。初手キリキザンはステロを巻いてくるのね。どうしようかな。これムーンフォース打ってもいいんだよな別に。いや、ムーンフォース打つか。これ裏なんかムーンフォース打とう。そのままシンプルにムーンフォース打ちます。オッケー、通る。どれぐらい入るかな。あー、いい火力だな。ガンプー。あー、ガンプーか。なるほど。素早さ関係変わってしまってないじゃん。そうだった。この、アブリボン完全に忘れてましたけど、特性、なんだっけな、この子。リンプン。技の追加効果受けないんだ。そうだ。素早さ変わんねえわ、こいつ。強くないそれ。いや、アブリボン強。ガンプー無視できんの強いな。キリキザン突破。いや、いいぞ。マジナイス、アブリボン。あれ？これまさかアブリボンがただ強いだけ？てか、キリキザンに合わせて俺、あれなんだよな。コバルオン出したかったんだよな、本当は。エースバーンが出てくる。いやー、不意打ちかな、これ。エースバーン、不意打ちかな。どうだ、不意打ちで切られてもいいか、別に。素早さ的には、もうこっちが完全に抜いちゃってるんで、コバルオンも。ネバネバネット巻いたから、まあいいか。ムーンフォースで。ダイマックスか。ダイマックス。いやー、さすがに悩みどころですね。これ、ドリューズから入ってもいいんだけど、これさ、ダイナックルじゃない？ダイナックル打ってきそうな感じしない？あ、ダイジェットか。ダイジェットを打たれてしまった。これだったらあれだな。シビレゴナが良かったわ。うわー、シビレゴナ打っとけばよかった。ダイジェットか。なるほどね。コバルオンだな、だとしたら。ん？ダイジェットだとしても、ちょっと待ってよ。素早さ書いて元に戻ったんなら、スカーフドリューズの方が上か。いや、ワンチャンこれドリューズから入って、いや、ドリューズだった場合に、雪崩が先に入るのか。ドリューズから入ってコバルオンでダイマックスの方がいいな。これちょっと雪崩打ちます、ここで。ダイジェット一回積まれても、ネバネバネット打たれてる。あ、打ったから、こっちが。素早さ元に戻ってて、こっちスカーフ持ってるんで、こっちのドリューズの方が早い。
オッケー、斜め。うわー、もうマジか。やばい、それはやばい。なあ、斜め外したのでかいぞ、トリューズ。まあ、外しあるかなとは思ったけど、まあでもこれで、ね、とりあえず2ターン消費できたから、相手のダイマックスは終わり、コバルオンが着地できるってこと考えたらまだいいか。ちょっと待って、結構しんどくない？素早さ2段階上昇で、攻撃1段階上昇でしょ。うわー、ちょっとマジか、とりあえず。スカーフドリューズ、ちょっとやったね、それは。くそ。やらかしですね、これは。いや、大戦犯だよ、これマジで。いや、でもね、うちにはコバルオンがいるからね。全然大丈夫だよ、まだ。うちにはコバルオンがいますからね。こんな尖った岩なんかへでもないですよ、このコバルオンは。弱点保険コバルオン。さあ、お前でぶち抜いていく、俺は。ただ、相手素早さ高いんだよ、相手の方が。炎技打ってくるのであれば、いや、炎技じゃないな、格闘？さすがに炎技、いやー、どっちなんだろうな、ダイジェットかな、ダイジェットだな。いや、さすがに炎技は目に見えて打ってこないでしょ。まあでもシンプルに自分が炙りもんで、しびり粉打てばよかったって話なんですけど、これは。お、かっこいいコバルオンのダイマックス。うわー、かっこいいな、これ。コバルオンってなかなか地味ですよね、火炎ボール打ってくる。シンプル火炎ボール打たれたのか。だったらあれだったな、岩だったな。は、強っ。ちょっと待ってくれ、バカみたいに強いじゃん、これ不意打ちで終わりじゃん、これぶっ倒さないと。ここで、いや、ワンチャンあるぞ、コバルオン、お前ならいける。いや、ダイジェットじゃ飛ばんか。おし、ナイス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 。いや、ある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 、全然ある全然ある。いや、コバルオン、ここで防御種族値の高さ生きた、マジで。攻撃1段階上昇のタイプ1の命の玉持ちの火炎ボールを一発耐えるというイエスさんが出てくる。イエスさんか、イエスさんに打点ないよな、これサイコメーカー。不思議な感じになっていくんですね、足元が。はい、足元が不思議な感じになった。はい、待ってくれ、先制技でもさ、先制技打てないじゃん、お互いに。これ普通に多分向こう、あ、向こうスカーフの可能性ない。あ、でもスカーフだったとしてもこっち抜いてるか。一番火力出るやつで押さないともう無理だよな、これ。イエスさんワンパンしたいんだけど。こっちは、ダイスチルを打っていく。頼むぜ、コバルオン。いや、お前ならいける。おっしゃ、よし、よし、ナイス。ドリューズの、ディスアボ、あ、待って待って待って、ディスアドバンテージをひっくり返した。ナイスコバルオン、強いなこいつ。はい、お相手見つかりました。シュウさん、対戦お願いします。お相手、ウルガモス、ガラルヤドラン、コジョンド、ガラルヒヒダルマ、エースバーン、ヨノワール。ですね、これね、ガラルヒヒダルマがね、スカーフだった場合にね、もうアブリボンがネバネバネット巻かないともう壊滅なんですよね、うちのパーティー。コバルオンね、結構いけそうなんだよな、この感じ。ウルガモス、まあガラルヒヒダルマ、あとエースバーンにはまあコバルオン打点持ってるから、まあコバルオン選出していいと思う。まあドリューズか、スカーフドリューズだったら、まあそうか、一番いいか。ガラルヤドランにも自信通るしね。まあそうだな、ドリューズ自信の通りいいな、こう見ると。いや、スカーフドリューズでいいか。アブリボンでネバネバネット巻いて、まあ弱砲コバルオンか、スカーフで上抜きたいならドリューズで上抜いていくみたいな。これでいきます。お願いします。これ絶対ヒヒダルマ。あれ違った、エースバーンか、王様つくんだ。あー、エースバーンか。まあ、あーだ、あー、ちょっと待って、初手エースバーンってこれ、あれじゃね、全抜きされる可能性ない。いや、でも、ネバネバネット巻いて、余裕があればシビレゴナを打ちたい、俺は。そういうプランで行く。とりあえず、ネバネバネットを巻きます。炙りも早っ。エースバーンの上っていう。火炎ボール、オッケー、これは一発耐えれるんだけど、あ、当たらない。これじゃあ、シビレゴナですね、ここ。シビレゴナを打っていく。当ててくれ。ナイス。相手は外したのにこちら当てていくという不公平なポケモン。いいぞ。火炎ボール、これ助け持ってるんで一発耐えれるんですよ。だからもう一回動けるし、なんなら相手の持ち物も弾じゃない。あ、弾じゃないか。弾じゃないですね。ってことは助けカウンターとかあるのかな。助けカウンターだったら削らなきゃいけないんだよな、エースバンを。うん、まあムーンフォース打っていいか。
神秘の守り使わなくていいよね別に。いやー、まあまあまあいいな。これはムーンホース打ちます、シンプルに。あ、不意打ちだったら、あぶねえ、不意打ちだったら卓で負けてたんだけど。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。なんかすごい、ふっと打っちゃったけど、火炎ボール。オッケー、これは落とされていい、全然。で、こっからなんですよね。こっからよ。どっちから入ろうかな。これな、ダイマックス先に切らせたいんだけど、まあ、ドリューズで消化しつつでいいか。いや、待てよ。コバルオンでワンチャンこれダイマックスして、もう弱砲発動させていただいてから、なんかガンガン行くパターンでいけるかな？いや、いけるよな。これちょっとここでコバルオン出します、僕は。行こうぜ、コバルオン。なんか言ってしまえば僕、ブラックホワイト、まあ、XY、サンムーンやってきて、コバルオン何回か登場してんのに、ちゃんと育成したの初めてっていう、このコバルオン。え、これダイロック打っていいよね。ダイロックね、そこそこ刺さるんだよな、全部に。うん、ダイロックでいいよ。これは。うん、まあ、まひってるから、まあ、引いてきてもこれはダイロックでいい。で、弱砲発動させてほしいから、炎技とか格闘技打ってきてほしい。以上。まあ、弱点保険っていうのは、あれですね。このコバルオンの弱点、まあ、炎タイプの技だったり、格闘だったり、まあ、あと地面か。とかの技を一発食らった時に、そうじゃん、こっちの方が早いんだ。一発食らった時に攻撃と特攻が2段階ずつ上がるっていう。あ、いい火力してるね、コバちゃん。あ、急所、あ、これ有効急所っぽくない？なんか有効急所っぽいですね、これ。うん、なんかあの HP の減り方見ても、あとうちのコバルもそんなに火力ないからな。攻撃には振ったんだけどマックスで、ただそれでも攻撃出力値90だから、なんだこれ。うわー、運ゲー、運ゲーだよこれ。ネバネバネットだとしても強いやつが現れた。じゃあダイスチル、いや待てよ、特攻が高いんだよな相手。特攻が高いってことは、あ、ダイスチルで積んだところで、そうだよ、火炎放射とかだったらそれはそれでありだな。ワンチャンさ、クイックドローで先に火炎放射打ってくんないかな。あ、ダイマックス、あー、これダイマックスわかんないな、強いぞこのダイマックスは。あー、ガラルヤドランのダイマックス強くないか、別に。ダイバーンとかの可能性あるよな。でもダイバーンだったとしてもなんだよな。ただもう特性クイックドロー、ダイオール。いやー、もう本当にね、クイックドローがね、ダメのよね。いかんのよクイックドローが。本当に運命が変わるから。うん、とりあえずここはもうダイスチルで押します、コバルオンは。オッケー、通る。ダイスキルを打っていく。かっこいいな、モーション。いやー、本当に入らんねー。弱砲を発動させたいんだけど、どこかで。ダイバーン打ってくる。ここで発動させてくれるんだけれども、やつえ。ただ、これ次、クイックドロー発動された場合に、もう、あれなんだよな。弱点砲には発動してんのに、ぶっ倒されるんだよな、このガラルヤドランに。なんかいい方法はないか。なんかいい方法、まあ飛び跳ねるが一番いいのか、ここは。ただ、相手が今2ターン消費したからラスト1ターンなんでね、ここは。ラスト1ターンってことは、まあドリューズでいいのか、別に。いや、でも飛び跳ねるが一番正解だな。いや、ここでクイックドロー発動されなければいい。オッケー、ナイス。コバロン飛んだ。ビヨーン。かっこいい。コバロン飛べちゃうんですよね、うちのコバロン。大最高。いいでしょう。これで、ここで終わるじゃん。で、ここでクイックドローが発動したらいいんだけど、これクイックドローじゃないのかな、特性。もしかしたら。そういう可能性ある。いや、確率、ほら、来た。あ、先生の爪？ほら。よし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 、これ確率でやっぱ出てなかったんだ。飛び跳ね当てて。ナイス。しっかり当てていく。いいね。小腹ナイスだよ。で、ここで、ここなんだよ。アイアンヘッド打って、まあ、クイックドローと先生の爪が発動されてしまっては、まあ、コバルオン負けなんだけど、これはアイアンヘッドでいいですね、シンプルに。ナイスすぎ。お、こいつナイスすぎ、マジで。運も味方につけてる。ナイス。いや、強い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 。強い、マジで強い。これは、コバルオン暴れてる。急に、まさかの3立て？コバルオン？ウルガモス！いや、これあるぞ。ネバネバネットに引っかかっ、D の、これストーンエッジでしょ。てかこれ裏ドリューズなんで僕勝ちですね、さすがに。これは、ここはもうストーンエッジをぶっ放していく。当てて当てて当てて、ナイス、いけ。
気持ちいい、わー気持ちいい、うわー、コバルオンでサンタでしてる、強い、このコバルオン、いや、弱歩コバルオン強え、気持ちいい今の。はい、ということで弱点保険コバルオン使ってみました。いや強いぞ、なんかあんまり使ってる人いなかったんだけど、3頭強いんじゃない、もしかして。第1弾コバルオン使ってみたんですけど、いやなかなか強いね、コバルオン。これは結構おすすめです。防御種族値高いんで、一発食らってから切り返しで殴っていくみたいな、コバルオンめっちゃおすすめです。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。次回はテラキオンでお会いしましょう。バイバーイ、また見てねー。